後輪駆動ベースパワートレインは2種類。北米松田が新型 SUV CX-90 を初公開した。ワイドボディの3列シート車である。同社はラージ商品群というミドルサイズ以上の SUV4 車種を2023年までに導入することを明らかにしており、昨年発売された CX-60 に続く第2弾が、 この CX90 という形になる。同社によれば CX90 は重要市場である北米のお客様のニーズを踏まえて新たに開発された商品です。For the Voyage of Your Life 人生の後悔のためにのコンセプトのもと運転する楽しさや家族や友人など 他人数でのドライブをさらに楽しくする快適性や機能性。安全性能を高めたワイドボディ3列シート SUV であり、マツダの新たなフラッグシップモデルとして今春、米国より導入します、と紹介している。外観は、混同デザインに基づく生命感の表現とともに、引き算の美学によるシンプルな造形。 ダイナミックかつ堂々としたプロポーションが目を引く。内装は、整然とした上質な空間の中に天然素材や、光の動きを感じられるもので、空間全体で日本の美意識を表現した。パワートレインは、48V マイルドハイブリッドを、組み合わせた新開発 3.3L 直6ガソリンターボ、340HP。 51.0kgmM と 2.5L 直四ガソリンプラグインハイブリッド 323HP51.0kgM を採用。トランスミッションは8速オートマティックだ。後輪駆動ベースの新世代アーキテクチャーと組み合わせて実現した。意のままの走りと高い環境性能がセールスポイントだ。また、 すべての席において室内空間を広げるとともに、3列目には3人掛け用シートや専用の空調吹き出し口を設定、トーイング性能の強化設定など、車の楽しみ方を広げる機能も充実している。他にも、運転に必要な情報を直感的に認識できるシースルービューや、大型アクティブドライビングディスプレイも採用された。 なお、マツダは前述の4つのラージ商品について、CX90 および CX70 の主要導入市場は、北米、その他地域と発表、CX60 と CX80 は欧州、日本、その他地域を主な導入市場としている。